戦国武将紀行、武田信玄公、三河保証寺、ここはあの野田城の、まあ、外といえば外ですし、一部といえば一部というかすぐそばなんですが、そのお寺のですね、ちょっと本堂もね、お寺っぽくないって言ったら失礼ですが、ちょっと普通の民家と間違えるような感じなんですけども、その左手のところ、木のところに看板があってですね、信玄公が撃たれた場所と、でこの階段を登っていくとですね、あるんですが、撃たれたのはですね、その鳥居半四郎という狙撃の鉄砲の名手という人に撃たれ、その撃った鉄砲も、宗建寺さんの方にあるんですよね。ちょっと明日行ってみようかなと思ってますけども、ちょっとその場所がですね、ここだということがはっきり記されているところがあるので、そこに今歩いて向かっていると、お寺側はこちらですね。まあ、理由はですね、いろいろだと思うんですよ。親切ですね、例えばその病死で亡くなってますけどということになってて、その数日もですね、もともと候補を立つときに老害っていうんですかね、がんのような何か病気を持っていて、まあ時間がないから、まあ、慌てて出陣したと。結構大軍勢の割には早く軍勢をまとめてですね、行ってますけど、まあ、実際どうだったかちょっと分かんないんですよね。鉄砲で撃たれたっていうことを、まあ、隠すために病死にしたのか、それとももともと本当に病死で、まあ笛の音に誘われてって、そんな将棋を持ってですね、夜中にですね笛の音を聞きに行けるほど体力が回復していたのかということなんですよ。まあ、いずれにしてもですね、この場所に信玄公がいらしたと。そしてここで、ちょっと今子たちが見えないんですが、野田城はこちらなんですよ、すぐそばなんですね。ですから、まあ、ここに小児を置き、確かに野田城の方から笛の音が聞こえればですね、いい位置だなと。ちょっと丘の上になってますけど、これで反対側から、そうですね、でも50メートルじゃ効かないですよね。どこから狙撃したってことははっきり分かってないですけど、横からってことはないと思うんです。やっぱり敵方も囲んでるんで、絶対に後ろからとかはないと思うんですよ。ということはここで今私が見てる方が野田城ですから、野田城の方向から撃った、もしくはその鳥居って鳥居スネーモン、今日何度も話してるんですけど、こんがらがっちゃいそうですけどもね、その鳥居半四郎って人が、まあ、家臣、敵方の家臣ですけど、その誰の命を本当に受けて、まあ、一部のドラマやテレビなんかでは、まあ、織田信長がですね命令したんじゃないかとか、まあ確かにこの信玄公が亡くなった後有利に、働いたのは、まあ、織田信長なんですよ。でもう一人の名将ですね、少し後になりますけど上杉謙信公も病死ということなんですけど、この二人ともね、怪しい病死、まあ、信玄公は狙撃で、狙撃された場合はもう即死ですから、どちらかちょっとわからないにしても、この二人が倒れたことで一番得をしたのは確かに、織田信長なんですよね。だからそういうことで言えば真犯人っていう言い方になるんでしょうけど、今風に言えばですよ。やっぱりミステリーでわかんないですよね。撃たれたんであれば即死でしょうし、確かにそれからその軍の動かし方がおかしいんですよね。野田城の方位はもちろん取りますけど、そのゆっくりめに信州へ帰る、甲府へ帰ると。だから10秒でもし撃たれたのでなくても、本当に10秒で起き上がれないぐらい、進軍が異様に遅いことは遅かったんですよね。武田軍でしたら、有名な騎馬隊ありますけど、まあ、後世で語られるような、ああいう大きな、北海道にいるようなね、ああいう大きな馬じゃないにしてもですよ。馬は持ってきてるはずですから、荷物もありますからね。あまりにも遅い、つまり信玄公の病気を、まあ、そのいつどうなるかと、まあ、お寺なんかでね休んでいたってことになってますから、本当にどうなるかわからないという状態で、なんか最後の方は意識がなかったっていう話もありますし、まあ、突然死んだんじゃないですからね、ですから、まあ、病死なのか何なのかっていうのはちょっと
死因は新銀行の場合ははっきりしてないのがあるんですけど、まあ、ちょっとこの辺見てみますか。ちょっと夏なんで草ぼうぼうなんですよね。冬は見やすいんですけど、この奥にちょっと説明板がありますんでね。はい、ちょっと話がそれましたが毎度のことで、はい、信玄公が撃たれた場所、1573年野田城を武田軍が攻めており、信玄は毎晩城内から流れてくる、これ村松宝球、ちょっとその名前はあれですが、まあその笛の名手がいて、ここでまあそのだから1回目で撃たれたということじゃないんですよね。それに何度も誘われてここに、将棋を持ってきて着座をしたんでしょうね。でそれを何回目かちょっと分かりませんけど、鳥居半四郎という鉄砲の名手が城内から発砲、信玄はこの時の傷が元で亡くなったとも、傷が元で亡くなったとも伝えられている。あくまでこれは伝承と。ですからさっき私が言ったような即死ではなかった、つまり後方出るとき持病を持っているんですけど、まあそのこの距離で確かに名手でも数百メートルありますから、その心臓を撃ち抜くなんていうね、あばら3枚撃ち抜くなんていうのはちょっとその技術が今とその違いますからね、鉄砲の種類が。ちょっとそれはどうかなと。しかも一発で銃撃戦をしたわけじゃないでしょうから、一発で撃つ、まあ要するに肩とかなんか体の一部に当たったんでしょうけど、まあ、その傷が癒えてなく持病もあり、ですから病死っていうのはその何ですかね、戦の結局戦というかその鉄砲の手傷が元で、まあ、それと合わせて自分の持病もあって、まあ、最終的な死因なんていうのはね、今の医学というか病院じゃないから死亡診断書もないでしょうから分かんないですけど、まあどうなんでしょうね。ちょっと見てみましょうかね。こんな機械じゃないと見ることないですからね。これはですね、ホッケ、まああれですね、供養塔というかここで人が亡くなったと、まあ、お墓とはちょっと言えないですけど、こういう、まあ、この種類のお墓もあるんですけどね。まあ信玄公の供養塔はすごい数がありますから、ある意味供養塔なんでしょうね。亡くなった場所ということですから、亡くなったというかここで撃たれた傷が元で亡くなったのではないかというふうに言われている。これは前のやつだと思いますね。だからちょっとお寺の方を見るとお寺の屋根が見えますね。そして右側がちょっと見づらいんですけど野田城、まあ、確かに高台で、笛の音がどのぐらい聞こえたか分かりませんけど、またその誘ってたんでしょうね、3回4回も。ということは、まあ、病気で出た